空日が雲を空そう、はい、で元気よく今日で3日目ですか？1回目か、ね、はい、レコーディングということで全力で、かましていきたいと思います。はい、行きます。行くぜ。おお。さあ、デザイアにようやく到着してデザイアパラダイス撮っておりますけども、どうですか進行は。いや、前回よりすごい、なんか自分の中では変わった、いい方に変わったんで、ちょっと嬉しいと思います。頑張ってきたことは意味なくない、意味あったんだなと。意味のある努力だった。はい、意味あったなって、いい方向に変わったんで、これからも頑張ってします。僕はなんかずっと瞑想してた部分とかがあってちょっと不安だったりしたんですけど。僕もみんなの歌声聞いて感動してます。僕まだ出番がないです。これか、頑張ります。そうだってことも欲望の楽園で、お疲れでした。お疲れ様でした。どうでした？今日いっぱい歌ったね。3曲ですよ。はい、まあ残すスマイルですけども、5曲を4日間使うなんてお前ら。すいません。贅沢。でもだいぶ取れ高今日良かったと思います。何？良かった。完成が楽しみですね。はい、そうですね。クリアするんで。レコーディング最終日となりました。今日は何を撮るんですか？今日はスマイルを一心誠意頑張りたいと思ってます。明日と5曲でレコーディング終わるんで頑張りたいと思います。一度だけお行きましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事にレコーディングが終わり、出演もありましたからその流れですけども終わりました。どうだった？僕的には時間帯がね、さ、初めての時間帯だったので、太陽を浴びていつもより頑張れたのではなかったと思います。いや、僕は楽しみです。配信が、あ、曲のね、曲ができて、配信できるの楽しみなんで、これを作ってくださる人に、あとお願いします。急にじゃあ、お願いします。いやいや、って感じです。そうですね、レコーディング、マイレコーディング、やっぱり自分のスキルだったり実力を思い知らされるなと思うので、これからもまたね、スキルアップに努めたいと思います。ぜひ、曲、待ってください。YouTube だから、これ待ってください。待ってください、曲。どうだった僕は、なんか半年後だから前のやつね、そう、だから自分、まだ聞いてないですよ、最近撮ったやつ、今日撮ったやつ、だから楽しみです。半年前の自分と変わってるかなって。おー、いいですね。めっちゃ楽しみです。いや、あれですね、もう先日
4月29日1周年ワンマンライブを発表しましたけども、はい、100人集めなきゃ、なんだっけ、100人動員、100人以上動員しなきゃかったら解散という、へえ面白いねそれ、あなたがやばいやばい。まあそれをね、それにも向けて、はい、まあ、いろいろまだイベントとかしてありますから、ちょっと頑張っていきましょう。はい、ひとまず制作お疲れ、ありがとうございました。お疲れ、以上、僕たちがチーズ・ツー・シャイン・カイカでした。ありがとうございました。